発想力を養いながら業界の今を知るクリエイティブ・エンターテインメント、各分野のプロフェッショナルが講師となり実践的なテクニックを講義。興味のある分野の授業は好きなだけ自由に選択して好きな時に学べます。イラスト顔に書き込みが足りないというのか、そうだね、棒数音をラフでいい、棒人間でいいので何パターンかこう書いてみる。とにかく数をこなすこと、DTM、プロを目指すことだよ。正解へ手を伸ばして、最後っていう風に音がクッと上がって終わったと思う。ゲーム、誰でもその初めて勉強すればできるようになる。ウェポンストーリーを応募していただいて、これを俯瞰した時にどういう構造になってるか、全部皆さんの血となり肉となり栄養となります。声優、基本できてるからちょっと遊んでいいと。自分が持ってきた感情だったりね、その、バックボーンとすり合わせをやってほしいんです。小説、ある程度自分でアウトプット、雑でもいいんでアウトプットして取捨選択をしておかないと、この、ね、一連が、読者に何を思わせたいシーンなのかっていうところ。ヘアメイク、汚れとかがねつくのでコットンで化粧水を入れていく。前に引き出してあげたりするときはサイドの部分は前に持ってくると無理やり真ん中に集めてることになる。ウェブデザイン、ウェブページをちょっと分解してみましょうということで、 N 水族館というタイトルがあって、その次に1行を当ててスタイル CSS。 動画クリエイター、 X 回転を回転させるとこう縦に回転いった表現ができるようになります。で今これ1頭でやってるんですけど、今右半分が結構暗くなっちゃってるんで。またクリエイター専門校バンタンの映像授業を23コース4000動画の中から好きなだけ選んで学べます。プロの講師に直接添削してもらったり、オンラインでアドバイスをもらえる機会もあるので、そういう時はすごいモチベーションが上がります。専門学校で学ぶような内容を好きなだけ選んで学べるのが楽しいし、いろいろなジャンルを試せるのが個人的にすごくいいところだと思います。